TN360 は、ホンダ技研工業が、かつて生産、販売していた軽トラックである。ホンダ初の軽トラックであった T360 の後継として、1967年11月にデビューした。TN360 は、先に発売された N360 の空冷に、気筒エンジンをベースに、多くのパーツを共用し、 複雑な DOHC 自家4エンジンを搭載し、必ずしも量産に適さなかった T360 よりも普遍性を狙ったモデルとして開発されたが、シャーシ、ドライブトレインとリアサスペンションの設計は極めて特徴的なものになっていた。シャーシは T360 や競合他社の軽トラックのように強度確保しやすい低照式、ラダーフレームではなく、二大油そのものを プラットフォームフレームとした特殊なモノコック構造で、二台仮面のサブフレームで補強されてはいるが、ライト版派生型でない本格的な軽トラックとしては、他にほとんど例のない構造である。エンジンは、N360 の強力なパワーアイユニットをベースに、後輪駆動の貨物車用シャーシに床下搭載するため、シリンダーをほぼ水平にレイアウト変更したが、N360 の 横置きエンジン配置は踏襲され、変速機についても、やはり N360 の前輪駆動向けトランスアクスルを流用した。したがって、パワートレーン一式は、5車軸直前への配置を要し、必然的にミッドシップレイアウトとなった。このため、二大後部には、エンジン点検外が設けられている。さらにその構造から、作動装置も、車体側固定となり、 リアサスペンションには独立喧嘩か、それに類するメカニズムの採用が必須となったが、ホンダでは固定軸と独立喧嘩の接中とも言うべきディオンアクスル採用に踏み切った。ドリオンアクスルのポジショニングは、荷重を担うハンダエンリーフスプリングにおわせ、耐久性と簡易性の両立が図られている。これらの軽自動車としては、得意なレイアウトは、後年まで、 ホンダ系トラックの基本構造として踏襲され、続けている。その後都内部 360TNV、TN-7 とマイナーチェンジの度に名前を変えていき、1977年に後継の TN アクティが登場し、生産が終了された。1967年11月に登場。エンジンは、空冷4ストローク直列2気筒最イ c シーで、 最高出力は 30PES だった。1968年3月にパネル版4車種を追加。1969年11月には、道路運送車両の保安基準改正により、キャビンの側面後方部分にターンシグナルランプが標準装備されたほか、T360 で設定されていた後輪をクローラに変更するスノーラを追加。1970年1月。 マイナーチェンジに伴い社名を都内部360と変更。フロントグリルの衣装が変更され、運転席にシートベルトが標準装備されたほか、新たに一方開き仕様の荷台を設定。一方開き仕様はサイドスカートが標準装備された。1971年4月に再度マイナーチェンジを実施し、フロントグリルの衣装が変更された。 1972年6月登場。ヘッドランプをこれまでの大型タイプの丸型2等式から縦並びの小型タイプの丸型4等式に変更。この時 T360 から続いた巨大な H マークがホンダのロゴに変更。保安基準の改正に伴い助手席にもシートベルトが標準装備されターンシグナルランプと共用だったテールランプが分離した。 その後、1973年8月の仕様変更で三角窓が廃止されたほか、1975年1月の仕様変更で現行の黄色ナンバーに対応した改良が実施され、ナンバープレート課題が大型化された。1975年8月に昭和50年排出ガス規制適合により、社名が TN-7 に変更された。電動式。 ウィンドウウォッシャーを本格装備し、ワイパースイッチと一体化される。荷台は、パネル板を除き一方開き、仕様が廃止され、全車味方開きに統一された。1977年に販売終了。ちなみに、日本の軽自動車としては、最後の空冷エンジンを搭載した車種だった。なお、スノーラの商標は2021年現在、同社の小型除雪機の商標に引き継がれている。 自動車形式認定制度上、及びメーカー側はいずれも、フルモデルチェンジ扱いとしているが、実質的には大規模なマイナーチェンジに過ぎなかった。道路運送車両の保安基準改正により、1973年12月1日以降に制作された自動車は、後方の方向指示器に明かり色が義務化された。ありがとうございます。